お待たせしました、時間になりました、えー、日本記者クラブ主催の研究会、えー、消費税10%先送りが問うものと題して、えー、お伝えさせていただきます、今日はその第1回目です。えー、安倍総理が来年10月に予定されていた消費税再増税を18ヶ月先送りすると、2017年4月に先送りすると発表されたわけですね。そそして、えー、その是非を総選挙でで問うううとということでもう 12月2日公示、そして14日投票ということで、もう世間、一気に動いているわけですけれども、問題はですね、この選挙でじゃあ、消費税先送りということが論点になるのかと、言いますと、実は争点にはなりそうにないということなんですね。というのも、本来なら、その消費税先送り、増税先送りというのは大変大きな判断で、当然これは大きな論点になるべきなんですが、 そ,のそれを選挙で問うとなった途端に、選挙で我が党は増税をしますと言って勝てることは当然想定できませんので、結局みんな、あの3党合意をした民主党も含めて野党もみんな、消費増税先送りやむなしと、消費税再増税必要なしという立場になってしまいましたので、結局これはもう論点にはなかなかならないということになってしまいます。ししかし本来なら この消費増税先送りで、一体どういう影響がこれから日本経済に出てくるのか、財政はどうなるのか、本来目指すのは大きな政府なのか、小さな政府なのかといった、本来はこれ、論点、山積みの話だと思います。そこで、この記者クラブとしても、それを専門家の方を招きして、どういうことがこれから起きるのか、18か月先送りが問うものは何なのかと。 いいうことを考えていきたいいと思います、えー、今日はもうこのお話をお聞きするなら、まずこの方ということで、政策研究大学院大学の伊藤高俊教授においでいただきました。で伊藤先生には先月、あの GPIF の研究会でも大変お世話になりましたで。今回もあのその時と同じ方法を取らせていただきます。えー、質問はですね事前にあの今 お手元に置かさせていただいてます、その用紙にご記入をいただきまして、であの書かれた方はお手を挙げていただければ、えー、係の者が回収に伺います。でそれをまず1時間ほど、伊藤先生にここ今からお話をいただいた後、その用紙を私が代わりに読まさせていただいて、伊藤さんにいろいろお聞きさせていただくと。 それを30分間その後や出用等ということで行かさせていただきたいと思いますで今日の司会進行は当クラブの企画員で NHK 解説員の武田が務めさせていただきますそれでは伊藤先生よろしくお願いしますはい、はい、どうもありがとうございます、えー、今ご紹介いただきました伊藤隆俊です、えー、本来この 今回は増税すべきかどうかということを議論するはずだったあの会なんですけれども。だからずっと前にあの、その先送り表明と解散・総選挙が決まるずっと前にお願いをしていたもので、どうもすみませんでしたでちょっとだから、あのセミナーの題名そのものが変わっちゃったんですけれども、まあ、その増税期が問うものということで、増税期になって、これからどうしようと。 いいうことだとだ思いますであのその前、えー、増税、総選挙の話が出る前にです、ねえー、私はあの第1回の経済財政動向等についての典型会合という、いわゆるあの官,官邸の有識者会合というところで、えー、話をしまして、増税は予定通りすべしという意見を述べさせていただいています。これはもうあの 記録に残ってますので、内閣府のホームページに行けば、その時の資料は出てますので、11月4日の時点で、あの時のデータ予測等から、ですね私は増税はすべきということで、お話をしたわけです。それで そのお話をこ,こですればいいかなというふうに思っていたんですけれども、増税延期ということになりまして、GDP の数字も出てきまして、がらっとその話は変わっちゃったんですけれども、ちょっとその11月4日まで針を戻して、私がなぜ増税はすべきというふうに。 あの論じを張ったかというお話をさせていただいてその後でえ状況がどういうふうに変わったのかというお話をして、えー、その最後にこれからどうしようというどうすべきかという話につなげていきたいというふうに思っていますで、えーまあ、もうあの皆さんよくご存じのとおり日本の,その,債務国あの政府債務の状況というのは非常に悪い。 えものですで、えー、まあ一般政府という概念を使うと、えー、GDP で200%を超える債務を抱えているとでこれはまああの,他の先進国で一番多いところで、まあ、ギリシャで120%とかイタリアで100%というのに比べて、えー、もう異常に突出して高いわけですね。 でさらに問題はいまだにその赤字が毎年出ていまして GDP で4%から5%の赤字が出てますからその分だけ新しい国債がさらに上乗せされていくということでこれ 250%60% というふうに上がっていくというのは予想がついているでこれだけ大きなんですね。 債務というものを抱えていてしかしギリシャのような財政危機というのは起きていないあるいは国際金利とかそういった数値を見てもですねどうも財政危機は起きそうもないよね大丈夫なんじゃないっていう考えを持っている人もどうもいるようなんですがこれはあの 2二つ問題がありまして1、えー、つはまあ財政破綻に至らないにしても、うん、それだけの,財あの債務を抱えているということはそれに対して金利を払わなきゃいけない、うん、それからその,その金利もです、ね、もしその国債金利を払わなくてよければ他の他に使うことができた教育であるとか 社会保障であるとかそういうものに使うことができるのにその国際金利という形で払っているということになるこれはまあ一つの問題でもう一つはやはりその財政危機がひょっとしたら来るんじゃないかでまあ先にこうずっと数字を伸ばしていくとですねどう考えてもどう考えてもやっていけそうもないということですどう考えてもやっていけそうもないという理由ですけれども 今なぜ財政起今すぐ起きないのかということですけれどもこれは買いたいという人がいるから0.5%なわけですね。で、まあ、一つはあの去年の4月からは日銀が非常に大量に国債を買ってますので日銀が買い取ってるというところはあるんですけれどもそれでもその民間も喜んでその国債を持っていると。 で誰が持っているかというと金融機関が持っているわけですね。で銀行が持っている、地方銀行が持っている、政府が持っているという形で民間の金融機関が喜んで国債を持っているということになります。これはまあ他に貸し出し先がないのか、株式を買うというリスクを取りたくないのか、海外展開をするというその準備ができていないのか、いろんな理由があると思いますけれども。 まあ預金金利、預金を、ね、0.01%ぐらいの金利で預金を預かって、それを0.5%の国債で回して、利いを取っているという、そういった商売が今、<laughs> 成り立っているわけです。ところが、あの従ってその、買い手がいるから金利は急騰しないということがあります。そうすると 家計や企業はです、ね、直接国債はあまり持っていないですが銀行預金という形で非常に資産の多くをです、ね、銀行預金という形で持っていますで銀行はその受け入れた預金を今度はその国債を買うという形で資産運用をしているから間接的に企業および家計が我々の資産だと思って持っている銀行預金 っていうのは実は実国,国債をその裏側に持っていると家計の資産が政府の借金ですからぐるぐるっと回ると、えー、まあたこわしとは言いませんけれどもその家計が資産だと思っているものは実は政府の借金貸しているだけの話ですねでその貸されたその政府というのはそれを使っちゃっているということになるわけで社会保障とか教育に使っちゃっていると。 よく考えるとじゃあこれはこのままどんどん家計がですね買い続ければ回っていくかということになるわけですけれども残念ながらその家計の貯蓄というのはもうこれ以上増えない段階の世代が退職世代に入ってきますからそこで大きく貯蓄が伸びることはない人口が減っていきます人口が減っていくから当然貯蓄をする人の人数が減っていきます。 一番貯蓄するのはその40代後半から50代後半だと思うんですけれどもそこの人口はどん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 これから数十年にわたって減っていきますからそういう意味では家計貯蓄がこれから伸びるとは到底思えないそういう意味では家計貯蓄というのは大体天井で天井もだんだん下がってきているというふうに考えるのが適切だと思います一方その国債の発行というのはまだ全然止まってない えー、毎年ここのところ40兆円のペースで増えていっているわけですねそうすると何が起きているかというと今,の今はその銀行がですね預金だけでは本当は足りなくて、えー、家計の預金だけではその増えているものは変えずに、えー、企業からの貯蓄これも企業はなんでこんなにたくさん貯蓄するのか不思議なんですけれども企業からの貯蓄あるいは企業が、えー、ローンを返してきたと。 いったようなお金を新たな国債の購入に向けているわけですで、まあ、去年の四月からそ,のそれに日銀が加わってです、ねえー、さらに買っているという状況になりますじゃあこれ続くのかというといや企業はさすがに、えー、それだけの貯蓄をです、ね、持ち続けることはなく賃上げあるいは工場建設、えー、機械設備を買うということにそれを使うという,かいうふうに考えるのが普通ですね で、えー、家計は先ほど言ったような家計調子機能がこれから減っていきます、えー、日銀もインフレ目標を達成するまでは買い続けると思いますけれども達成すればそこから先は、えー、あまり購入は進まないというとあと2,3年日銀がまああのインフレ目標を達成する頃には、えー、ほぼ買い手はいないんじゃないかとだからそれまでに本来であれば 財政再建をしてです、ねえー、購入者が亡くなった国債の金利が暴騰しないようにするというのがあの、シナリオだったと思うんですね。まあ、それがあの今回あの、崩れてしまいましたから、いつかこの家計貯蓄の、えー、天井に、下からどんどん上がってくるあの政府債務、ある国債残高がです、ね、ヒットするということが起きます。 その時に何が起きるかといえばいろんな可能性がありますけれども例えばもう家計はです、ね、株式を全部売って銀行預金にしてその銀行預金が国債になっていくとあまりいいシナリオではないですね。で企業が相変わらず貯蓄をして賃上げもしない工場建設もしないそれでそれが銀行預金になって国債を買っていく、まあ、これもあんまりいいシナリオとは思えないんですけれども。 えー、あの増発を続ける国債を吸収するあと2年後をめどにです、ね、吸収するようなあ買い手というのがあ現れてくるとはあまり思えないんですね。したがってその家計貯蓄があの、えーまあ、今の株はの除いたりしてです、ね、いろいろ調整するんですけれどもあの今の家計落ちてきている家計貯蓄に、えー、基本的に政府債務がヒットをした時に私は あの相当急激なその金利上昇であるとかあるいはその回転がつかないといったようなことが起きるというふうに考えています。でまあこれも計算したんですけどもあの10%のままでいっても2 0 2 0年ても えー、23年にはそういったような状況が起きるんではないかと思ってましたので8%のままだとするとそれがさらに早まる可能性もあるということで、えー、あの今のまま何もしなければ2000年代202123年ぐらいには今言ったようなその家計貯蓄の天井に政府債務がぶつかるということが起きます。えー、だかから問題はいかにそれを 不とということになるわけで,す、ね、であの政府ま,まずその国債の発行を減らしていくということとそれから最終的にはその新規発行を減らしていく最終的には新規発行を、えーまあ、あのやめるところまでいけばそこで政府債務 GDP 比率とのようやく下降に転じると。 いうことでありますで今の目標というのがそのプライマリーバランス、えー、それはだから国債費とそれから国際あの支出の方から国債費を除き収入の方からあの新規国債発行を除いたそれがあのプライマリーバランスですけれどもそれがそれを来年度2015年度に半減させると。 どこから半減かというと 6. 6、6.6%という最悪の時期から半減させるというのが目標ですから、これは3.3%なんですね。3. 3 GDP の3.3%まで、えーあ、失礼、のえー、の GDP の3.3%まで下げると、これはだから、えー、あとそうですね、えーと、2兆円ぐらいその削らないといけないと。 いうことであの、消費税を上げていれば、ちょうどそれはうまくいくという計算だったと思います。で、さらに次の目標は、2020年にプライマリーバランスをバランスさせるという目標を立ててます。つまり、えー、その国債の発行と、それからあの国債費が見合っている、だから成長率がもし高ければあ、GDP 比率は下がっていく。 金利の方が成長率も高ければ、やはり債務は、債務 GDP 比率は上昇を続けるといったような、そのプライマリーバランスをバランスさせるということが、2020年の目標になっています。したがってその、まあ、2020年にバランスさせるということがあの重要だということは、多分コンセンサスがあるんじゃないかと。 いつまでこの状態でどんどん毎年40兆新規発行していつまでもいけるというふうに思っている人はいないというふうに思いますので次はじゃあどうやってそこの2020年プライマリーバランスバランスゼロというところまでいけるかという話でありますで私が描いていたシナリオというのは 来年の10月に10%に上げてさらにそれを消費税率をです、ね、15%まで2020年にまでに上げればなんとかプライマリーバランスはバランスするだろうなというふうに思っていましたでそれはまだか2017年19年のあたりにまたさらに 3%2% という上げ方をすると。 いうことが重要だというふうに思っていたんですけれどもそのシナリオが崩れましたので2018年にようやく10%になる1 7年に10%になるとそうすると15%までいけるのかというのが一つの疑問でありますじゃあ消費増税をしないで赤字を減らしていくというのはもちろんその支出減 えと、それから経済成長が予想以上に高くなって、自然増収があるというこの2つが考えられます。えー、いわゆる民主党のときに言っていた埋蔵金というのは、もうほとんどないということは民主党が証明してくれましたから、まあ、せいぜいあそこで掘り出したのは3兆円ぐらいですかね、えー、したがって埋蔵金は当てにできない。<laughs> でえー、小泉政権が言っていた、まあ、増税なきその、えー、財政再建という形であの時に、えー、小泉政権が達成したの小泉総理が出てきた時に言ったのを覚えていると思いますが30兆以上の,増あの新規発行はしないと30兆円というのが、えー、彼のです、ね、上限だったわけですねで、えーまあ、最初の年は補正を入れるとです、ね、33兆ぐらい出たんですけれども 6年間あの、政権の座にいて、最後は25兆までで減ったんですねであのときの経済成長があの、当時の円安、それからあのアメリカの好景気、中国の好景気もあってです、ね、経済成長率というのは3%程度まで上がって、えーまあ、90年のバブル崩壊以降です、ね、最高の成長率を記録しています。 GDP ギャップ潜在成長をどれくらい上回っているかという数字を見てもですねプラス2%ぐらいの GDP ギャップだったんですね、えー、プラス2%を継続するというのは、まあ、潜在成長率の定義から言って、えー、む難しいだからあの順あの、まあ、一時的に非常に高い成長率でそれで25兆まで減らすことができたというふうに考えることが適切かと思います したがって、あのまあ、繰りごとになりますが、あの時におそらく消費税率を上げておけば、えー、一つハードルを超えていたかなと思うんですけれども、えー、小泉総理は私の任期中は、消費増税消費,消費税率引き上げはしないと明言して政権を取ってましたので、それはあの、まあ、できなかったんだということだと思います。 ただそれによってあのその後です、ねまあ不幸なことにあの、えー、リーマン・ショックと世界金利危機が起きてで、まあ、補正予算も入れたあの決算ベースで見ると50兆円まであの赤字発行あの新規発行が増えてるんですねで予算で見ても半分,が半分以上が新規発行であった。 がまあよく例えに出てくるその家計皆さん方のお家の家計簿でいうと半分支出の月の支出の半分はクレジットカードを切ってたというまあ普通に考えればありえない続かないということをやっていたわけです。でまあ50兆まで赤字が膨らんでその後あの民主党政権3年あってそれであの 安倍総理が帰ってきたわけですけれども、現状、年のその予算は、先ほど言ったように40兆の赤字を見込んでいます、先ほど言う四41兆ちょっとなんですけれども、したがって、小泉政権のときにあれだけです、ね、頑張って、30兆だと十30兆が上限、もう支出はゼロ,ゼ,ロゼロベースで、 えー、あの増やさないといって支出、まあ、も下がったし自然増収もあったわけですけれどもそれでも25兆なんですね、うんえー、だから今の40兆をまあ小泉政権の時の最盛期まで持ってったとしても、えー、45年かけて25兆までいくかなっていうぐらいのおお、まあ、ラフな計算だと思ってください。したがってこの この数字をですね、もっとどんどん下げていくためには、相当のことをやらなくてはいけないということになっています。それで私がその増税、11月4日の時点で、増税は予定通りすべきといった理由ですけれども、一つはですね、あの まあ延期しろという人が当時,も当時からいたわけですけれども延期するというのは今まさにこれから起きようとしているように延期の法案を書かなきゃいけないでその1年半後に来年の10月は消費増税はしませんその代わり1年半後17年の4月に増税をしますというのはこれ法律を書かなきゃいけない。 したがってその今せっかくその法律で決まっていた8%から10%への増税をやめて、まあ、延期と皆さん言うんですけれども実はまあ新しい法律を書くわけですから新規の増税と同じだけの手間がかかるわけですね延期と宣言して済むわけじゃない延期するということは新しい法律を書くということですから新しい法律特にその増税の場合の これは法律を書いてですね国会に持って行って民主党が賛成するのか反対するのか分かりませんけれども他の野党はほぼ反対ですからそうするとまたそこで時間を食うわけですねそれで来年の通常国会というのはもともとはその集団的安全保障の話での関連法案 これを通すとそれからあの成長戦略ののいいいくつかの法律を通すすととうことになっていたわけですだからその私は11月4日の時点で延期がその延期と宣言して延期できるならそれはまあ一つの選択肢かもしれないけれども法律を書くそれを通すということはそれなりの政治的なあの政治的なコストがかかりますし。 えー、時間があかかってしまうとそうするとそこで本来別の法案を通すべき時間と政治的な努力をですね、えー、増税法案に費やさなくちゃいけないこれって結構無駄が大きいんじゃないでしょうかとで、えー、本来もっと成長戦略ですねどんどん、あのー、やらなくてはいけない時だったということなので、えー、これはそのまま増税してほしかったとおしてくださいということを11月4日の段階で申し上げて いますで、えー、今回はあのーまあ、あの延期さらにその総選挙をするということで、えー、最後の方で23本あの法律が廃案、えー、になってますから、えー、その女性、えー、に活躍してもらうための法律であるとか、えー、いくつかその成長戦略関連の法律が その通常国会に回ってしまった、通常国会最初からもう一度それを提案してやっていかなくちゃいけないということで、増税法案と成長戦略関連の本来12月に通っているはずのものを、来年の1月から3月ぐらいの間に通そうということになると思います。したがって、その分だけです、ね、先ほど言った本来通常国会で通すべき法律というのが後にずれると。 いうことで増、えー、あの特に、えー、成長戦略関連の法律については、えー、非常にその遅れるということで、えー、危惧しています。で、えー、もう一つですね。私が11月4日に行ったのは、えー、本来その増税すべきかどうかというその増税に値する経済状況がいい,い,いかどうかというのは。 その一つの四半期の成長率を見て決めるべきではないもう少しその中期的なそのトレンドそれからトレンドの周りの,その循環景気循環というものをよく見極めた上えで判断すべきだろうということを申し上げました。 でえー、消費税率がその4月に引き上げられるということで第一四半期というのはものすごい駆け込む需要があってです、ね、成長率が高かったというのはご存知だと思いますそれで第二四半期にはそれの反動減ということであのものすごくマイナス7%という反動減マイナス成長があったわけですね。で第三四半期というのはそのものすごく上がってものすごく下がった後 さあどうなるんだろうというところで、まあ、我々は当然それはまた V 字回復してプラス3%ぐらいはいくんじゃないかと思っていたわけですがそれがどうもその7月8月の数字は良くなかったということでちょっと危ないかなというのは皆さん思い始めてた、まあ、2%台かなというふうに思っていたと思います実際にそのマイナス,ス1.6%になったわけですけどもこれはまあ予想していた人は誰もいなかったわけです。 四半期ごとの成長率というのは、これは触れは大きいわけですから、そもそも。えー、そこでその第三四半期の数字を,を,を見て判断するという判断そのものは若干私としては不満でもうちょっと時間をかけて見てもよかったんではないかということです。で申し上げたのは あのまあ、増税はそのままやったほうがいいでしょうとう理由は先ほど言ったその政治的なコストを考えるとです、ね、それをやっている時間がまだじゃないですかというのが理由で,でただしその経済状況が悪いということになればそれはまあ補正予算を組んで,です、ね、一時的なその商品の手こもりであるとか、まあ、公共事業であるとかあいうことであの景気をその下支えすることはできるわけだから増税をやめちゃったら 経験が良くなったからといって増税すぐにできるわけではないので、えー、ここはまあ増税を決めておいて、えーまあ、いざとなれば、えー、補正予算で、えー、景気手こ入れをするということでよろしいんじゃないでしょうかということをあの申し上げたわけです。でどうも消費税率を上げるということはつのあの景気に対しては2つの効果を持っています。1つはその 景気頻度を大きくするつまり駆け込み需要とその反動減というまあ6か月から9か月ぐらいにわたってですね盛り上がって落ちるということをやるんですねただこれは慣らしてみれば、まあ、あのトントンですからそれはあの在庫調整をきちんと企業がやってくれればですねそれほど大きな問題ではないかもしれない、えー、問題はじゃあ消費増税3% ポイント消費税率が上がるということは物やサービスの値段が3%ポイント高くなるわけですから名目賃金名目年金収入等が変わらなければあ実質購買力というのは3%ポイント落ちるとこれまで100円買えたものが97円分の消費税しか買えないということになるわけですね。 えー、だから物価が上がるということはまあ実質諸島が落ちるということなんで、えー、そこでその,その分をです、ね、いかに取り戻すのかという取り戻せるのかということが問題になるわけですそれで一つはあのもちろん賃金上昇がそれに追いつくということがあればあのダメージは少なくて済むとこれでしたがってその安倍政権というのはあ しになってその大企業に賃上げを要請していったということになります。従ってその三パーセントポイント賃金が上がればですね、これはまあトントンということになっていたわけですけど、どうも一パーセントから二パーセントしか上がっていなかったようだということで、若干商品に対してはマイナスの影響を持ったかもしれないということになります。しかし。 じゃあその賃金が上がんなきゃ消費税増税できないのかというとですねこれもだから物は考えようで今実際に我々が暮らしているその生活レベルですねこれはまあかなり多くの人が満足しているようなんですけれども今のままの生活をができればいいと。 いうあの高齢者のみならず最近はなんか若者まで、えーえー、上昇志向がなくなっちゃって今の生活が続けばいいやぐらいの人が多いと聞いてますけれども今の生活、まあ、年金も含めてですね今の生活っていうのは先ほど言った44兆円の赤字に支えられてる生活なんですねだからクレジットカードを切っているどんどん切って生活水準維持している。 マク,マクロ経済全体で見るとそういう状況なので今のの生活を維持すするっていいうのは本来でできないんですねだからそれはその生活水準を切り下げてもらうか一生懸命働いて、えー、もっとあの財サービスをつ作ってもらうかあしないと維持できないわけでそういう意味ではあのあの 消費税を上げないで今のままでいてほしいというのは実は今のままではいられないんだということを認識していただく必要があるこれは多分政治家の責任です、ね、本当は政治家はこういう話をしなきゃいけないんですけれどもそういう言い方身の丈以上の生活をしてるんであなたたちはもっとあの <laughs> その消費税の税率が上がって生活水準が落ちるのはしょうがないでしょうということは決して政治家は言わないですね。でも経済的な実態 というのはそういういことでそれが嫌だったらやっぱりも生産性を上げて成長戦略をやって、えー、生産性を上げて賃金を上げてということが必要になってくるわけですね。したがってその,あのそこのところの考え方というのが非常に重要で今のままで今のままの,その税率や賃金で今のままの生活水準が維持できれば 私は満足だとリスクなんか取らないでくれという人が多くいるんですけれども実は今のままの暮らしというのは今のままじゃ維持できないんだということをまず覚悟してもらう必要があると思いますで国債をどんどん発行しているっていうのは、まあ、よく言われますけれども後の世代に付け回しをしているということに等しいわけですねで経済が成長している人口が成長している 場合には国債がだんだん増えていっても GDP で割れば比率は上がっていないということは達成可能です。これはいわゆるプライマルバランスにもつながってくる話ですけれども,も残念なことに日本は人口は減っていくでその潜在成長率も落ちてくるということですのでどんどん国債を発行するというのはもう直にですね後の世代につけ回しをしていると。 いうことにしたがってその財政再建が遅れれば遅れるほど債務,債務、まあ、国債残高というのは増えていきますから、えー、それを増えたものはどっかで誰かがあの、えー、払わなくちゃいけないとそういう時期が必ず来るわけで、えー、それはその人口が減ってしまったかわいそうな、えー、後の世代の人たちということになるわけですね。だからその辺はよく あの考える必要があると思います。で潜在成長率じゃあ何パーセントなんだという話ですけれどもえまあ日銀が推計したり内閣府が推計したりしますけれども1%あるかないかだと思うんですね0.5%よりは上だと思います。でも1%を超えるということは今の状況ではない。で2000年代以降ですね2000年からこの約15年間の平均 複利計算した平均の成長率を取ると大体0.7ぐらいですね小泉時代よかった小泉時代も含めてそれからリーマンショックのところも含めてでその大体今巡行速度というか潜在成長率というと0.7というふうに考えるのが私は0.7というふうに考えています。成成長戦略が成功してどこまでいくか 政府見通しはその2%成長を達成すると言っているわけですけれどもそうこれはかなりかなり大変なことです。というのはその人口が減ってきている特にその労働人口が減ってます特に段階の世代がもう来年リタイアしてあと5年すると段階の後のまだ人口が多いところが全部リタイアしますから。 そうしますとその一気にその労働人口というのは減ります。そうするとその一人当たりいくら頑張って生産性を上げて働いてもですね、GDP はなかなか増えないという状況が発生してきます。だから一人当たり働いてる人一人当たり労働人口一人当たりの生産性というのは日本はアメリカとそれと変わらないんですね。ここ15年20年。 えー、ところが日本の,その成長率のは先ほど言ったように0.7%アメリカの方は2%という差が出てこの差は何かというと人口要因なんですしたがっていいるということになりますでこれに対して安倍政権の成長戦略というのはあの私はよく考えてあると思うんですけれども問題は実行だと思うんですが、えー、そのまあ女性を活用しましょうそれから高齢者 えー、おおにもも働き続けてもらいましょうと、えー、それから外国人労働を入れましょうということで労働力をなんとか確保しましょうとそれからあの、えー、増田レポートであの有名になりましたけれども、えー、そのお出生率を上げてその1億円を維持するようにしようと、まあ、出生率を上げて、えー、今上,げ上がったとしてもですね、えー、彼らがあそのお労働人口に入ってくるのは20年先ですから。 20年後からようやくその効果が表れてくるという話でその20年間じゃあどうするんだということでそれは今言ったような女性高齢者外国人労働この辺りをどんどん活用することによってなんとかその成長率を上げていくとひょっとしてうまくい,万が一うまくいったら2%までいくかなそれぐらいの厳しい状況だということを考えていただきたいと。 というふうふしたがってその、一つはもちろん成長率を上げることはいいんですけれども、全く増税なしにです、ね、先ほど今の40兆円の赤字をです、ね、大きく減らすというのは、私は非常に考えにくい。じゃあ、無駄な歳出を切ったらどうかということを言う人がいます。で特に民主党はです、ね、一生懸命切ろうとしたわけけですけれども その支出、歳出の構造を見ますとです、ね、一番大きなところが社会保障関連経費ですね、これ三30兆円あります、であとはです、ねまあ、あの国債費が今、15兆から20兆に今、だんだん上がってきているところですから、これだけでも半分ぐらいはある、であと地方交付金もなかなか切れないだろうと。 いうふうにいくとですね、えー、その防衛関連費もまあなかなか切れない、そうすると、その文教科学振興費とかですね、公共事業関連費とかですね、この辺はもう5兆円もないんですね。だから、文教科学を全部やめました、えー、公共事業も全部やめました、えー、防衛関連、 もう全部やめましたとしても今の40兆は全然埋まれないです今40兆円の赤字を埋めるためにはですねそれこそ社会保障を半減させるというようなことをしてようやくかつ他の予算も切るということでようやくつじつまが合うか合わないかということで歳出だけで えー、そのおお財政赤字問題を解決するのは難しい。で、えーまあ、長く話しましたけれども、結論は、私は消費税率を上げるしかないというふうに思っています。だからそれ,それがあの15%、まあ、10%, 10は当然としてですね、その後15%で済むのか20、20%までいくのかというのは、今言ったような成長戦略が成功するか、それから、ああそれから、あの 歳出特にその社会保障費に切り込めるかどうかということにかかってくるというふうに思っています。で社会保障費の中には年金それから生活保護それから医療こういったものへの,その補助金が全部入って先ほど言った30兆円という数字になってこれが放っておくとですね毎年1兆円ずつ増えていくというふうに言われています。 したがってその、まあ、医療改革ですね医療の無駄をなくすとかあるいは年金への給付を減らすのかとかあるいは GPIF に頑張ってもらって、えーそのえー、運用利益を上げてもらってですねでそのお税金からの補填部分を少なくするとか、まあ、いろいろな方法があると思いますけれども。 そういったことがあのどうしても必要になってくるというふうに思っています。で、後半の話ですけれども、まあそういったことをおからですね、えー、私はその増税はあその予定通りやってもら、まああの、えー、やる、えー、ややるように十一月四日の時点ではあの主張したわけです。が、まあその後いろいろあってですね、えーえー、増税延期総選挙ということになりました。 でえーまあ、それ以来ですねこうい,いろいろ考えてきたんですけどねどうこの増税域の意味ってのは何なんだろうと、えー、なるべくそのポジティブに明るく考えようというふうに思ってです、ね、考えたんですけれども、まあ、あの例えから入るとですね目標、まあ、に向かって車を運転していた。 国道をずっと調子よく走ってただけれどもなんか前方でこう渋滞が見えてきたな、えー、なんとかあの間に合わせるためにはどうしたらいいだろう国道を降りようで、えー、抜け道をくねくねと抜け道を行ってです、ね、高速道路の入り口までなんとかたどり着いて高速道路に乗ればいいそうすればもっと早く着くとだから抜け道のところはちょっと遅いんだけれども高速道路に一旦乗っちゃえば えー、ビューンとと早く行くとでそれにかけるということで国道を降りたところが今の状態だと思うんですね。でナビを設定し直してですね、えー、国道を降りちゃいましたと高速道路までどうやって行ったらいいんでしょう、えー、いやこんな,なんか狭い一方通行をくねくね回って、えー、そこの,国あの高速道路に乗る、えー、ところまで、えー、行けますよと行けますよという一応ナビの指示はどうも出ているらしい。 問題はそのくねくねとしたあの抜け道をちゃんと抜けられるかえ高速道路がスイスイ走っているのか高速道路が渋滞してたら安心にならないということでえその運転に気をつけながらですねえその高速道路を目指そうというところだと思います。だからあの全く希望はないわけではないんですけれどもえいくつか障害があるということですね。 えー、その高速度に乗れるっていうのはどういう状況かというと、えーまあ、自然増収来,来年の自然増収を使って歳出削減をある程度して、えー、それでまあプライマリーバランス半減目標いわゆるマイナス3.3%まで持っていくと。で2016年 には、えーまあ、デフレからようやく脱却と言える状況つまり2%のインフレ目標を達成するで、えー、黒田日銀がです、ねえー、いよいよテーパリング化というようなところまでい、えー、くとで、えー、成長戦略これも来年、えー、2015年のうちに次々次々,次々法案を通して2016年には早くもその果実があ見えてきて で成長率もその先ほど言った潜在成長率0.7から11.5ぐらいに上がっていくで2017年4月に消費税率が8から1に上がるんだけれども影響は軽微に終わるという,うそういうシナリオだと思いますで私はそれでもやっぱり足りないと思うんですねで2020年の、えー、プライマリバランスゼロ にに持っていくには足りないで2019年か2020年春にもう一度消費増税をするとその時に5%プラス5%必要なのかプラス3で済むのかプラス2なのかというのはその今言った15年16年17年の18年の成長戦略の成功と潜在成長率の引き上げにかかっていると。それから社会保障 改革ですねこれは全部うまくいけばそれはまあプラス5%いらないかもしれないけどプラス3で進むかもしれないけどもそれが全部失敗すればプラス5%一気に19年か20年に上げる必要が出てくるというふうに私は思っています。でここが多分あのラスストチャンスなんですねというのはあの一つはそのオリンピックが2020年にあります。だから建設ブームがあーあの多分19年あたりにピークに達す,する。 でえー、景気はものすごくいいで賃金もあの建設労働者を中心に、ね、今,今よりももっとどんどん上がっていくとで外国人労働も入ってくるしたがってその19年20年の前半ぐらいまでは、えー、多分一番景気がいい,いいことが予想されるあれ,ればそう持っていかないとあのおかしいと思うんですけれどもしたがってそこで消費,消費税を上げるということによって、えー、その えー、景気の影響は軽微に終わるだろううとということが予想されますで、まあちなみにです、ね、あのオーストラリアのシドニーオリンピックが2000年にあったわけですけれども、えー、この時あの、オーストラリアはです、ね、消費税、えーまあ、あの彼はあの売上税と呼んでますけど GST と呼んでますけれどもこれをなかったところつまり0%から10%に一気に導入してるんですね。 した、えー、がってその10%、まあ、じゃ若干それ,それ以外の,あの税率、まあ、日本でいう昔の物品税をやめて消費税にしたときと同じように、物品税に当たるようなものを少しやめたんで、プラス10ではないんですけれども、えー、プラス6ぐらいの効果はあったと、オーストラリア人は言ってるんで、えーまあ、オリンピックの前に上げるっていうのはあの悪くないというふうに思います、まあ、たっぷりとです、ね、あの外国人の観光客に消費税を払ってもらうと。 いうことがあのよろしいんじゃないかと思いますので、えーまあ、19年、20年、ここはですね消費税を上げる絶好のチャンスだと思うんですね。だからそれをあの成功させるには、やっぱり17年4月の消費増税もあの影響が軽微に終わるようにするということが必要で、そのためには成長戦略が必要だと。だから全部セットになって、ですね、えー、その2020年に向けて、えーあの 成長戦略の成功、それから社会保障支出の抑制を行うと、これがベストシナリオ、これが高速道路りに乗ったケースです。で、が、えー、って私はまだあの望みは捨ててないんですけれども、えー、もちろんリスクもあのいっぱいあると思いますね。 でえー、一つはまあ直近のリスクから言うとその通常国会先ほど言ったように通常国会に言っては立て込んでますから、えー、なかなか成長戦略関連法案までいかないかもしれない。で、えー、特にその、ま、岩盤規制と呼ば,呼ばれるような既得権の塊のような、えー、産業ですね農業であるとかああの医療産業であるとかそういうところはなかなか えー、相当の政治的なあのコストを払わないと、成長戦略の成功には、えー、至らないと思いますので、そこがあのもし来年の通常国会で、えー、うまくいかないとです、ね、まず最初の,おその、えー、抜け道で、えー、その偏、えー、にこう衝突して、すってしまうというようなことが起きるかもしれない。 でもう一つはです、ねあの、来年プライマリーバランス赤字を半減すると言っているわけですけれども、これも私は不可能ではないと思うんですけれども、これもかなりきついことをやらなくてはいけないんで、それができないとだんだんクレディビティがなくなっていく、でそうすると、まあ、国債格付けの引き下げというようなことも視野に入ってきます。そうすすすするとますますですね 外国人は今でも外国人で買わないんですけれども、あの外国人は国債から遠ざかっていくと、今、外国人で買っているのはほとんど外国の中央銀行だと思いますが、それもなんか買えなくなるということになると、またまたその金利上昇圧力につながっていく、国内の、えー、金融機関もです、ね、うんますます買い,かあの買い,買いにこんあ、ますますというか、今度はあのむしろ買えないというようなことが起きてくる。 可能性がありますでもう一つはその先ほどあの17年に消費増税がスムーズに行われるというシナリオを描きましたけれどもひょっとするとですねそのインフレ目標の達成が16年から17年にずれ込むというようなことになると。 まあ2%達成してインフレー期待も2%まで上がってきて日銀はようやくそこで金融引き締めの方向に舵を切り始めるのがその2017年の春にぶつかるとです、ね、金融引き締めと財政引き締めが同時に起きるわけですね。でこれはです、ね、2017年の,その消費増税の影響が警備には終わらない可能性があるつまり金融もも,もちろん金融は引き締めるという効果 が上乗せされますから、あたかもその消費増税が失敗したかのように見えるような景気の冷え込みになるかもしれない。どうすると先ほど言ったその2019年の消費増税っていうのが非常につらいことになるということになります。ということで、あのまあ成功のシナリオはあるんだけれども、そのシナリオにはいくつか落とし穴があると。それをうまく避けていくということが重要だと。 いいうのののの今この時点での私の考えになっていますでじゃあもうちょっとですねあの、えー、自動的にその財政健全化するようなそのルール化っていうのはできないのかと財政ルールを考えようという人たちがいるわけですけれども例えばですね今回その景気弾力条項ということで増税が はい、あの延期になったわけけですけれども私はその逆景気弾力条項というのを入れてですね景気がいいのがまあ2四半期ある3四半期続いたら次の四半期からもういきなり増税するということを入れたらどうかとか例えばその潜在成長率が0.7だとすると潜在成長率の2倍の成長率1.41.5、まあ、としてですね 1.5%の成長率が3期連続したらその次の期から増税をするというのをルール化するとかですねあるいは GDP ギャップでもいいです GDP ギャップがプラスになって3四半期続いたらそこで増税するとでこれ,そのこれは自動的にやるということにするとおそらく小泉政権の最後の時にはこの逆弾力条項があれば 増税してたといいううふうに思いますでもう一つは、ですねこれはあの、したがって、その逆景気弾力条項というのは、あの多分私が初めてここで言ってるというふうに思うんですけれども、それが一つのルール、もう一つはです、ね、これは、こちらはもう皆さん、ああの提唱している人はいっぱいいるんですけれども、えー、その社会保障の年金給付開始年齢、今、65歳ですけれども、これを引き上げていく。で、えー、これもですね、 あのえー、これはまあ諸外国に例があるわけですけれどもその平均寿命が伸びて、まあ、平均寿命というか平均余命でもいいんですけれども65歳の時の平均余命が、えー、伸びていくに従って、えー、そ,れのそれに応じてです、ねえー、年金給付開始年齢を上げていくということでもうこれ過去に平均余命がすごく伸びているわけですからその分を取り戻さないと。 えー、そのまあ年金の段階の世代ぐらいまではです、ねえー、その年金の給付が手厚すぎると、あとの世代から見ると、あとの世代から見ると,、ねと,見るとな、なんであんなに払い込みが少ないのに給付は手厚いんだということにつながってくるわけで、それを防ぐ意味でも、やはり社会保障の年金給付開始年齢は引き上げていくべきで、それをルール化しちゃうということが、 あの一つのアアイディアこれはあの多くの人が言ってると思いますがあ,のあると。だからというかこういったようなアイディアを出してですねあの財政再建が自動的に、えー、起きるということがあの一つの知恵だと政治コストを下げる知恵だというふうに思っています。ということで、えー、っとおまあ 増税金が決まっちゃったんで、あのなんとも言えないんですけれども、まああの、財政破綻すぐにするわけじゃないけれども、えー、これはですねよほど計画を綿密,密にしていかないと、えー、2020年のオリンピックが終わったあたりで、えー、恐ろしいことが起きる可能性があるというふうに思います。以上でですすありがととううございいいました、えー、一応明明るる話話だ思んけどの割には、ねあの 消費税15%引き上げが必要とか、相当刺激的な <laughs> 話が随分ありましたけれども、はい、あの大変、非常にあの重い、重要な話をお聞きしたんですけれども、つまり、まずお聞きしたいのは、要するにまあ今回はとにかく実質賃金がどんどん下がっていって、消費もこれだけ停滞してしまっていって、ここで再増税、さらに2%引き上げたら大変だろうということで、延期という判断をしたんですけど。 結局、2017年4月というのは、もっと、つまり厳しい状況になっている可能性があるのではないか,かもしれない。うん、で、その理由の一つとしては、多分そこまでには、あの2年で2%の物価目標というのは、なかなか達成、厳しいと見られてますけれども、さすがに、今から2年半後の2017年4月には、まず日銀の金融緩和が、あの異次元の金融緩和がさすがに終わっていて、で、金融引き締め。 財政も引き締め、その中で、じゃあ、再増税するんですかで、その影響は今よりも実はもっと大きいんじゃないのかという話でしたけど、まずそこなんですけどね、あのつまり日銀が、そのそれまでにはさすがにもう2%物価目標を達して、じゃぶじゃぶにこう年間で80兆円も買うっていうのは、とりあえずストップしたとして、それは要するに、 飛ぶ持ち続けるっていうことですか、ね、えと今のアメリカの,その方式をまだやってないんですけどアメリカがこれからやろうとしてる方式を認識もするとすると,するとバランスシートはあの保ったまま金利を上げていくこれはその、えー、超過準備で日銀に来ているお、うん、おところにあの金利をつけてますから、はい、その金利を上げると同時に政策金利も上げていくと,なるほどということであの金融その国債を大量に売らないで金融引き締まできると。 いうの,があのアメリカでこれからやろうとしていることで日本も多分それに近いことが起きるというふうに思ってますですから単純に買ったものをじゃあ少しずつ吐かせるのかというとそれはなし、つまり、まあ、満期が来たものは償還になるけれども、うん、それは当面もその程度にとどめておいて、ええ、ずっと、まあ、基本的にはいわば塩漬けにして徐々に金利を上げていくと、うん、そ,うそういう作戦になると思います。うん、なるほど ただあ0.5は続かないんですよ。そんな長い期間。ということですよね。ね、うん。だからだんだん0.7 0.8 1.1っていうふうにだんだん上がっていくと思うんですよね。で、それはやっぱりああとでこういきなりその5%ぐらい跳ねるっていうリスクを軽減するためにはやっぱり少しずつ上げていくっていうことは重要だと思いますよ、ね。それはうまくいくんですか、ね。いやうまくいか行かないとまずいんじゃないですか。まあまあそうです、ねうん。だからその財政再 日銀がその買い入れ額を減らしていくときには財政再建に向かってないといきなりその年間80兆円分だらけ買うんだって話になりますからねなるほどですから実際の発行額も少しずつ下げてないと大変なことになるってことですよね、はい、でそこでなんですけども、はい、その要するに今 あの大変刺激的なことをおっっしゃったつまり2017年4月で10%上げてもどうせもうすぐにプライマリーバランス達成ということを考えるとそれはかなり厳しくっていずれにしても2020年前後には再々増税10%さらに15%ぐらいに上げないとっていうお話をされたんですけどこれもまたただでさえ5%から10に上げるのにこれだけ大騒ぎをしてさらにその2000その 10%さらに15で 5, 5を上げるっていうのはこれはものすごいエネルギーが必要ですね。だからそれが嫌だったらその成長戦略をしっかりやって潜在成長率を、まあ、0.7から2ぐらいまで持っていくんでしょうけどこれもすごい努力が必要だと思いますけどもこれが一つとあとは社会保障の支出を、えー、カットする。だからこれはだから医療介護 年金全部にかかってくる話だと思いますけど、今、1兆円ずつ増えてるのをとにかく増えないようにするというぐらいの覚悟が必要じゃないですかね、そ,それを全部組み合わせて、まあ、だから5%じゃなくて3%上げるので済ませましょうと。ーだから15%じゃなくて13%ぐらいで、えーえー、しかしいずれにしても、10じゃ足りない足りないと思います、だから成長率がだってそ、そセン5%になるわけないじゃないですか、日本の経済で。で ですからそこも問題なんですけども要するにまずとにかく歳出を削減する社会保障費、まあ、削減できる余地があるとしたらこの大きな塊のもう社会保障に切り込んでいくしかないと思いますけどもす社会保障を切り込むで成長戦略が次々とうまくいって、うん、で成長率も高まると。うん、で あの消費もお実際回復していって経済成長が高まると、うん、これがでさらに消費税もさらに少し上げる少し上げるというのが全部セットにならないと、うん、なって、まあ、うまくいくと2020年プライマルバランス達成だと思いますよ相当ナローパスなあれですあ、ね、ナビがあるんじゃないですか <laughs> でそこなんですけどね、ですから基本的にはもうすべ,すべてのキーポイントは、私はとにかくあの今、これだけなんでみんなが苦しんでるかっていうと、やっぱり今回、消費税が引き上げられなかったその最大の要因も、要するに消費が伸びない、でその消費が伸びない最大の要因はとにかく実質賃金が上がらないと、賃上げがなかなか実際に本当はもうちょっとやってもらわなきゃいけないのに、そこが厳しいと。 一応消費はプラスなんですよ0.2だけど大きなマイナスは在庫とそれからあの住宅投資ですかねただあの、まあ、思ったより回復しなかったっていうことじゃないですかね。です,ねですから、うん、その一番そのキーポイントのやっぱり賃上げをちゃんと。 そのこれから本当にプライマリーバランス達成、消費増税の2017年の増税もさらにその後の10から13なのか15なのか、できるためにとにかく賃金がちゃんと上がってもらうという、まずこの最初の出発点、ここをとにかくどう実現すすればいいですか、うんまあ、これはだから企業にあの頑張って、ため込んでいるものを少し吐き出してもらうというのと同時に、やはり労働者の方も、 その求められているスキルをどんどんあの自分でつけていかないと身につけていかないとあそれは単に今やっている仕事のままで治安をしてくれと言ってもなななかなかそれは通らないですよねあの今、政労使会議であの総理は再び、えー、上げて上げてって言ってますけど、はい、かなり前回と違って1年前と違って今回はかなり厳しくなりますよね。 まあだからあの産業によると思うんですよね、うんで、一時金でよければもう少し上げてもいいっていう輸出関連企業というのは出てくると思いますけど、ね、あーベースアップというのはなかなか難しいかもしれないということですね、ええ、でそれを考えますと、今、あの法人企業統計を見ると、内部利用300兆円ですよ、うん、日本の年間予算の3倍ですよね。吐き出してもらうというのも一つですよね。 いやだからどうしてそれだけ持ってるのかって不思議なんですけどねだからやっぱりそれ賃上げなり投資に使われて不思議だと思うあの自然だと思うんですけどもだ一つの考え方はやっぱりコ,ーコーポレートガバナンスがなってないと、うん、で誰もそのため込んでることについて文句言えない、うん、アメリカだったらおそらく物のの言う株主年金ファンドとかですね、えー、これはおかしいと、うん、ROE を高めるであの配当で払うか あるいはもっと投資をして成長,成長投資をしろということにつながっていくと思うんですけどなかなか日本はそういう圧力がかかりにくいということす今、韓国では今、議論されているのは結局内部留保課税、うん、早い話が。これはあの日本でも昔から出てはそれ二重課税だからだめって。 って言ってすぐ消えるんですけど。うん、でも二重課税なんて世の中いくらでもありますよね。ガソリンなんてあれ二重三重課税ですよね。いや、まあ、あの。こういう議論ってやっぱり。お茶の議論で、えー、ダメですか。どうなりますかね。内部利用に加勢すると、内部利用にならないようにするためには。多分逆に日本に持ってこないんじゃないですかね。海外送金。あまあ、あ、その話ですか。うん。あ<ー>。せっかく日本まで持ってきて。 まあ、さらに税金、それこそ二重課税。払って、日本の、あの、向こうが税率安い国が持ってくれば。あの、税金かかりますからね。だから、それを覚悟で。持ってきて、研究開発に使おうとしてるのに、どうしてそこに。課税するんだと。いうことになるかもしれない。うん、なるほど。うん、一応、よほど気をつけないと、あの。予期しないことが起きる可能性ありますけど、ね。なるほど。すると、まあ。賃上げ、とにかく、なんとか。 まあ企業経営者に頑張ってもらうとしてでコーポレートガバナンスも今一応成長戦略の中にコーポレートガバナンスも入っていてなんかっ一番に入ってます一番にでも一番地味でなんか目立たないんですけどねなんかのスチュワードシップ行動を守ってもらうとかいろいろ言ってますけどもあれも 本当はもっともっとあそこの部分をもっと騒がないといけないの、うん、あれはあまり経済には社外とリシマ石丸ク2人にしようとかね数人、えー、にしようとかそれ,それこそい,いろいろじわじわと外堀を埋めるようにやってるとは思うんですけどね。うん、でじゃあその歳出削減じゃあ一方でこれもやらないといけないよっていうところでいくと。その 今、年金のことをおっしゃいましたけど、うんまあ、年金の受給開始の引き下げはあの、まあ、あの効果はあるとしてもこれから実は100兆円社会保障100兆円のうち、まあ、半分50兆があの年金ですねで残りの,その医療介護の方がこれからどんどん,どんどん年金よりも医療介護の方がこれから増えていくわけですよね。うん、だからここをどう本当に きちっと削れるのか、ええ、だからその一気にその必要な人たちに対する給付をサービスを削減するっていうのはこれは乱暴な話で、うん、ですからやっぱり年齢に応じた社会保障じゃなくてその所得とかその人たちの能力経済的能力に応じた社会保障が必要だって言ってるんですがこれが全然これまたあの役所の方はそれを進めようとしてても政治の方でこれが。 ストップがかかるんですよ。特に今回この選挙前に、うん、えっと実は社会保障審議会の医療保険部会というのが、この高齢者の人にも応分の負担を負ってこの医療の部分で求めるあの、うん、まとめの案を出そうとしたら、結局ダメになっちゃったんです。結局ダメになっちゃいました。あの最後のまとめのおその取りまとめをする部会そのものがお流れになりましたですね。うん これはやっぱり、ここまで消費税をさの増税延期という厳しい判断をする以上、こういうところは責任を持って政治も判断しないといけませんよねああの。いくつかあるんですけど、一つはその高齢者に働いてもらおうって言ってるわけですよね、労働者が足りない、でも今、働くと、まあ、あのいろいろ年金が減額されたり、ですね自己負担が1割じゃなくて3割になるとかですね。 そういったあの負担も増えていくともう入ってるわけですよ。だから能力のある人は応分以上の負担をしていると思うんですね。だからそこでそのもっと長く働いてもらおうっていう場合にはあまりそっちの方でその能力のある人を働ける人に課税を課税というか自己負担を高くするということは矛盾するんですよね。だからそこはうまくバランスを取らないとあのいけないで。 やっぱりその医療の質を下げずに支質を減らすっていうのはやはりそのデータをうまく使うっていうことが必要でそれこそ電子カルテを使ってですね無駄を見つけ出すとでその無駄な支質をしている。 えー、その飲まなくてもいい薬をわざわざ病院でもらってです、ね、えー、その自己負担1割とか2割で済んでるっていうようなところをそのやめてもらうとかです、ね、医者で4か所、5か所回ってるっていうのを、あのー、やめてもらうとかですね、そういったことが必要になってくると思うんですよね。ねねそこなんですよ、ねえー、要するにあの、私も社会保障ずいぶん担当でいろいろ取材はしたんですけど、えー、結局最大のネックは、日本の場合にはもうあまりに所得が把握できない。うん あの要するに、歳入庁もなくて、ですね社会保障の保険料で取ろうと思っても、取りっぱぐれてる、うん、まず企業からも取れてないし、その年金、厚生年金がですね、うん、その法人そのものが把握できてないっていう、とんでもない話があって、そのために、実はその税も、それから社会保障も、保険料も税も同じようにきちっと、税のデータで保険料も納めてもらおうということで、歳入庁っていう構想も。はいはい 以前、民主党政権の時はありましたけども、うん、これも結局できてないですよね、うん、ですから、本当はきちっと、まあ、マイナンバーが2016年入りますけど、あれは入っても、今すでに所得が把握してる人の所得がより把握できやすくなるだけの話それだけなんですか。か サラリーマンの所得を把握できやすくなるだけで、結局、その本当の今、把握できてない人たちの部分を把握するっていうのは。いや、だからそれはですね消費税を10%に上げるときに同時にあの、インボイス方式にすると、うん、いうことと、はい、それからインボイスには必ず納税者番号をつけると、はい、個人個人、企業全部、中小企業も含めてですね。それれによっってやっぱり金のの流れを全部あの えー、見えるようにすると、これはだから悪いことしてない人は反対するはずないんですけどね。だか,だからそのマイナンバーはもちろんですね、やっぱりその企業の納税者番号をつけて、それでインボイス化して、でそこからデータをあのよく精査してですねで、無駄あるいはその脱税を見つけていくということになるんじゃないですかね。だろうもっともっとあの。 銀行口座にも入れるとかアメリカ,メリカなんてあの社会保障番号が基本的なマイナンバーですあれ銀行口座全部あれがないと作れないですよねだああいうことを日本もやらなきゃいけない日本は全然それまだ今回全然あの中には2016年の段階でまだ入らないんですよねだああいうことも本当は政権としてきちっとだからみんなの所得を把握しようとするとそれは国民創生番号制とか あのものすすごいい反対が出てきますけどいやでも納税義務は憲法で <laughs> 規定されてるわけだしきちんとその公平な課税をするためには必要だということをきちんとそれこそ与野党含めてそですからこうやって考えると本当はきちっとその社会保障の削減とか言っても今取れてないものはたくさんあったり無駄がたくさんあったり。 するわけでいきなりサービスをカットする必要なんか何もなくて本来納めてもらう人から納めてもらったりあの必要でない人のところに行ってる分をやめるということだけでも、うん、相当な本当は成果があ,ったあ,あ,のあるだろうしそれ政権としてやるべきなのにそういうところは全然あのほとんど手つかずでであの効果が なななかなかはっきり見えない成長戦略のところで要するに一番こうみんなが差し障りのないこう夢を語れるようなところではこうわっと出すけどそこはなかなかみんなに分かってもらわないといけない理解していただかないといけないっていう厳しい選択をお願いしますっていうところはまだなかなか形として出てないという感じなんですけどね、うん、だからなかなかそういうのはなんか危機にならないと動かないっていうところなんでしょうね。う 今、はいえー、質問をいただきましたけど与党の政治家には財政危機に対する認識が乏しいように見えるがどうなのかあます今ちょっとお話しさせていただいている話ですよね、うん、もしそうならなぜかうん、だから政治家ってやっぱり次の選挙しか考えてないじゃないですかねうん,うん。だから選挙に勝つために、えー、いろんなことをやるわけでしょう,うん。その中にはその 財政再建にはししあの寄与しないものも入ってたりするということで、えー、本来はやっぱり選挙に勝てる安定的な政党であれば長期的なことを考えてその財政再建もやってくれるはずだと思うんですけどね、うん。なるほど。ちょとやっぱりあとは我々メディアがもっともっと、うん、あの具体的な仕組みのところで、うん。 あれ足りないこれ足りないってもっと言わなきゃいけないんでしょうねちょっと我々がもうちょっと努力しないといけないんでしょうねまあそれすみません <laughs> ちょっと自己反省になりましたけども、うん、で、あとその今の話とも大体かぶってくるところですけど、はい、とにかくその2017年4月にもうとにかく再増税延期したわけですからとにかくやっぱり大きな問題としてあるのはそこまでにその2017年4月で再増税可能な その環境作りをどうするのかっていうところをこうまとめて言うとどうなるんですか、今の話とかなりダブってくると思いますけどやっぱり成長戦略で潜在成長率を上げるっていうのは王道だと思いますね。潜在成長率、今0.7とおっしゃいましたね。ええ、大体今、政府見通しとかあの基本的な数字3、3%であじいてますよね、あれ。あそれ目なんですか 実質2%、実質2%っていうのはあの、先ほど言ったように、人口要因が大体マイナス1から1.5なんですよ、うん、だからそれは1人当たりの成長率あの生産性の成長率で見ると2、2%成長っていうのは3.5%成長で、これはバブル期まで戻らないとなかったことですよ。小泉政権の再生期で 2.5ぐらいまで瞬間タッチしたかなっていう感じですからその3を1人当たり生産性上昇率3%を5年続けるっていうのはまあそれはバブルに戻らないと <あー S 1>、ね、そうするとまずまずその計画達成そのものが本来の,その前提そのものが相当まあ厳しいというかこのそのまんまいくのは とても厳しいっていうとこ、ね、そ,それは本当にあのあの異次元の成長戦略をやっていただないと無理じゃないですか、ねうんで。その成長戦略もそのやっぱり難しいですね。要するに今まで出た成長戦略っておよそどれも小粒うんというかその実際効果があるのかないのかあのでこれから今まさしくその伊藤先生がおっしゃった。 今度の通商国会で出るその成長戦略も例えば医療とか農業とか、うん、例えば医療でいけば混合診療をもっと広げるとか、うん、農業でいれば農協をもうちょっとなんか解体はならないですけども、まあ、農協の力を弱めてもっと自由に農業できるようにするとかいうのがありますけどもいずれにしてもこれはやあの法案を取って実際に実現できたところで3年4年5年経たないと実際に跳ね返ってこないわけでしょう。うん 本当の,この効果として、えー、まあそうですけど、まああのー、サイクルで言えば多分1年目から少しずつ効果が出てマックスに達するのが 5, 5年後っていうそういうイメージじゃないですかねだからの農業改革してその、えー、生産性の高い作物を作るっていうことになっても作物1年サイクルですから効果最初の効果が出るのに1年まずかかってそこから5年ぐらいかかると。で今もだだから原炭だけで 一体してるわけじゃないですか、はい、本当はやっぱり減誕はやめてそれで工作を棄地には課税をするっていうぐらいしないと本当にそのいい農地っていうのは出てこなくてそれでいいものを作れば売れると思うんですよね海外で農業の輸出っていうのはできるしオーストラリアなんて牛乳をですねタンカーに入れて空輸してるんですよ中国に。 赤道を超えて、うん、で中国の国内の牛乳の4倍の値段で売っているわけですよねああオーストラリア来る,来るより北海道行った方がよっぽど近いじゃないですか,、はい、だからそういう輸出努力なんて多分農協は全然やってこなかったんですよね、うん、だからやっぱり商社とかですね流通系が入っていって、えー、それで集荷、えー、から製品開発まで全部。 相談に乗るとといううことが重要だと思うんですよそれで農地の地法の問題にかかってくると。で、はい、ぜひあと残った時間をお聞きしたいのは、はい、その面白い話というか、まあ、刺激的な話ですけどこの逆景気弾力上、はい、これはだけどこれでもしその三<え><あ> <laughs> 四半期ですね<え>あの数字から入れて。うん でももしまたどんと下がったらもうそその段階ででまたややめめるるわけけすすかじゃよそれは続けると、うん、タイミングの問題ですから上げなきゃいけないの分かってるわけだからなるほど,どのタイミングで入れましょうかっていうそういう議論の時にいや景気が心配だっていうんだったらじゃあいい時に上げましょうといい時どうやって判断するんですか潜在成長率これ,これぐらいですからそれから上にあの上離れして三四半期あればいいんじゃないですか。 これ私話し初めてこれを今日お聞きしたんですたこれなんかあのモデルになってるようなケースってあるんですかそれはなしモデルケースですかいやそうルール化したところはないと思いますけど、ね、あ,<ー>あんまり聞いたことないと思いますけどねでもいい時に上げるっていうのは当然なんですよで財政危機になったら税金税率上げなきゃいけないんですよそれは悪い時に上げるっていう最悪のパターンなんだけども、うん、財政危機を防ぐためにそれしかないわけですよ だからその財政在籍に陥ったところはギリシャにしろスペインにしろアイルランドにしろ危機になってから上げてるわけですよね慌ててそれはやってほしくないですよねだからそれはいい時にやっぱりどんどん上げていかないとあのおかしいですよやっぱりその40兆円新しい国債メント出してるっていうのはあの気,になり気になりますのはね <うん S 2> 要するに今回その2017年4月に増税見送りってあの発 表したあの総理の会見の中でもそうでしたけどとにかく、2020年そのプライマリーバランスの目標は達成目標は、うん、これは維持するんだと変えないんだとでそのための,その計画もこれから作る。作るだから要するにそうなると今回選挙で、まあ、あの結果が出て次のまた政権が誕生して <laughs>、えー。 まあ、例えば継続になったら継続になったで、その段階でようやく今、伊藤さんがおっしゃってる2000、その10%の後の増税の,その話っていうのが、今度の,その要するにその計画の中に、片鱗が入ってくるっていう可能性があるわけですかねえっと来年の夏に作るといわれてるもですか、そ,すそれは入らないとおかしいでしょうね。 だからどうやって達成するのかというとちゃんと絵を描いてもらってその成長率は何パーセントと仮定するでその税収,税収の,その弾力性はいくらかとかいろいろ全部仮定をきれいに描いてもらってそれでこれでいけるんですというのを絵を描いてもらわないと議論できないじゃないですか数字が出ないんですよ、今の議論ってあのだからあ,のえそのあまり人のことは言えないけども景気を腰折れするという人たちがいるんだけど腰折れは定義してください。 誰もしてないですよ、うん、だからそれがトレンドからの,再あの景気循環として下がっていることなのかトレンドそのものが下がるのかそれとも何かあの複数均衡のアイデアがあってそのいいところから悪いところにデフレトラップにまた戻るのかとか全然分かんないで腰折れするから危険だなるでもそれはねちょっと科学的な議論じゃないですよね。 これその来年夏にその計画を出すとなると、これはまた非常な大騒ぎになります、ね、いや、いいんじゃないですか、大騒ぎして、あのそれから政府が出すのに対して、民間のシンクタンクがどんどん、うんえー、出していって、ですねこうしないとバランスしないよっていうのは、各民間、シンクタンクが競い合って、アイデアを出したいじゃないですか。 ですからその来年夏の段階で、まあ、2017年でちゃんと増税しても、うん、要するに2020年の段階で考えればどれぐらい足りなくなると、うん、でそのためには例えば2019年でも20年でもその段階で今、伊藤さんがおっしゃったようなひょっとしたら逆、景気弾力条項を含めてとにかくどういう条件でなら少なくとも10%よりもさらに3%とか5%とか。 あげないともう足りなくなるぞっていうのを来年夏の早い段階でもそれは言っといたほうがいいんだと言わないとまずいでしょうねそれはねだとうん、そう思いませんいやいやだってもうすぐ先の話ですもんね、うん、いやそれはだから経済財政諮問会議でやると言ってるわけだから<う>や,ってやっていただくしかないでしょう 本当刺激的な話です、ね、そうですすそうかいやいやあの、消費税、あの我々メディアの,その消費税に対する考え方も、本当に劇的に変わったのは、ごく最近ですよね、それまではもう庶民増税で、もうこんな、うん、あの悪の税金はないみたいな、そういうあの受け止め方がメディアの中にも根強く、一時期まであったりして、うん、本当に消費税しかないでしょ あの若い人もお年寄りもあのみんなに公平に負担してもらうには、うん、しかも景気の,あの変化を受けずに収めてもらうには消費税しかないっていうのが大体みんなメディアがあの多くのメディアが言い出したのってそんななに昔のことじゃないでですすよねそそうですか、うん、それが10%で10%も消費税かって言ってだけども、まあ、ここまで一応。 メディアの中でもコンセンサスっていうか、まあ、10%、まあ、しょうがないかなみたいなのがある中で、うん、その後の話がで出てきたらまあだからその、ね、やっぱりパッケージで機能しないと消費税上がるの賛成ですか反対ですかっいみんな反対っていうわけじゃないですか、うん、社会保障、年金をその大幅に切り込むのに賛成ですか反対ですか反対っていうわけじゃないですかでも両立しないわけですよ。 まあ,まあ他にもいっぱいありますけれども、だからパッケージ、こういうパッケージでやると、プライマルバランスはバランスしますよっていうパッケージがいくつかあって、じゃあ、このパッケージがこのパッケージがいいか選んでくださいって、そういう出し方をしないとおかしいと思うんですよね。だから、消費税10%上がるの賛成ですか、反対ですかって、もう質問が間違ってると思いますよ。でですすあれですよね年金の,あの マクロ経済スライドの考え方みたいなもんですよねつまり年金って向こう100年で考えるとこれだけ支出がいりますよだけど収入これだけしかありません、うんうん、だからこの収入の中で給付を賄おうとするとだんだん年金とこう下げていかないとだめですよと同じうん,うんいや大変刺激的な話ともありがとうございます,といますえっと最後にですね 改めてていいたただだきまましてお読みいただけますか、はい、最後の選択、狭い道、その心はえっと、だからもうあ、あまり時間は残されてないんで、あのまあ、延期してもまだ望みはあると思うんですけれども、今言ったみたいに2020年までにどうやってそのプライマイバランス、バランスまでたどり着くのか、それがないと、やっぱり私は2020年代、 いうのは前半というのは相当厳しいことが起きるというふうに思っているので、ここがやっぱりこれから5年の経済政策パッケージを作る最後のチャンスだというふうに思っていました、はいえー、最後に、えっと、いつもあのお選びいただいているネクタイは、地面に <laughs>、はい、あのネクタイを選んでいただきました、はい、どうも伊藤先生ありがとうございました。 どうもありがとうございました。